今日からオープンさせていただきます。水上先生を中心としたあのグループで皆さん、今井先生、田島先生、中村先生、平沢先生、皆さんの絵を存分に楽しんでいただけると思います。私あの本職は眼科なんですけども、心とこういうアートというのはとても大切なものということを認識しておりますので、このギャラリーを持たせていただいてるんですけども、皆さんに大変喜んでいただいておりますので、今回もどうぞあの お楽しみください。中村久志です。今回、グループ展に誘っていただいて参加しております。作品としてはここの3つです。絵の内容っていうのは、あの小さい頃にあの暗闇から見たような、押し入れの隙間っていうイメージです。以上です。ゆきこと申します。今回ご縁があってこのグループ展に参加させていただくことになりました。作品としてはこちらの2点とあと2点ございます。水上大善です。この平沢さんがとこの梶尾さんが、誘っていただいて、むさびの若手の作家とかあの中堅作家を紹介できる場所を提供してくれるということで、すごいありがたく思っております。これからどんどん続けていければいいかなと思うんで、どうぞよろしくお願いします。はい、平沢自身です。作品はこことちょっと離れたところにあと2点あります。これはむさびの若手と中堅の作家を定期的に梶尾さんで展示できるようなお話をで今後しばらく続いていくと思いますので、今後楽しみにしていただければというふうに思っております。以上でございます。はい、今井俊介さんはちょっと今席を外しておりますが、7月に丸亀市の井の熊健一郎の美術館で個展をやるということなので、もしその近くに行かれたら見ていただければと思っております。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。